土曜日、サーキットの至る所にはキャンプを楽しむ人々が。まるで音楽フェスのような空気が流れる中、迎えたのは日本唯一の24時間耐久レース。スタート前、多くのファンが集まったのは、普段は日産陣営でレースを戦っている近藤雅彦さんが、トヨタ自動車豊田章男会長がオーナーを務めるルーキーレーシングのドライバーに。2人が乗るのは去年の24時間レースで完走を果たした世界初の開発車両、液体水素燃料で走るカローラ。1秒でも多く、1メートルも多く走るってことだから、はい、その、 走行距離、走行時間によって未来の景色が変わると思ってます。そこにね、ここも入ってきたっていうのはね、大きいっすって、うん、頑張ります。土曜日の午後3時、ついに24時間の旅がスタート。最初にステーリングを握ったのは森蔵さん。そして40分後、これが実に16年ぶりのドライバー復帰となる近藤さんにバトンが渡されます。スタートからしばらくすると、お祭りのようなこのレースの雰囲気は一変します。コース上でトラブルに見舞われるマシン、各チームのメカニックたちが対応に追われます。レース開始から1時間15分、近藤さんが乗るカローラにも異変が。燃料供給系のトラブルで緊急ピットイン。これ車の重心が動くにつれてタンクの中で燃料がこう動くんで、その時の吸い上げのタイミングが多分合ってなかった。これを解決できるかどうか分かんないけど、そのあれだもんね、実験はなくなる。まあ、その車は特にね。はい。15分後、すぐにレースに復帰しますが、午後6時過ぎ、今度は複数のトラブルが発生。チームは長時間のレース離脱を余儀なくされます。夜8時を過ぎると、サーキットでは24時間名物の花火が。ルーキーレーシングのピットではレース復帰へ必死の作業が続きます。離脱してから実に5時間、午後11時過ぎ、液体水素カローラが再びコースへ。過酷な状況で車の問題点を洗い出し、それをどう克服するか考え実行する。この後もトラブルが発生しますが、その度にチームは車をコースに戻します。日本唯一の24時間レース、そこに広がっていた光景はまさに走る実験室でした。僕は車を運転するのに水素でね、まあ思いとかいろんなこと聞かされてきて、やっぱりこのメカニックだったりエンジニアの人に、やっぱり優しく運転しなきゃダメですかって言ったら、いやいや、いじめてくださいって言われたんですよ。普通の人が運転してもいいような車を作りたいって言われたんで、丁寧に運転しないでくださいって言われた。そこにちょっと感動しちゃった。海を出したいんですよね。最終的なお客様乗る前に、乗る前に、そうなんです。それには最高のこのね、実験室でありね、車を鍛える場だ、今がモータースポーツだと思うし、過酷な24時間レースだからこそぶつかる壁、この経験が未来の車を鍛えていきます。頑張ります。Thank you.
もう楽しかったけど、はい、やっぱりあれだね、あの予選とは違うレースだから、まあ、各クラス相当やっぱり真剣に走ってるんで、はい、まあ、容赦ないといえば容赦なくスポッとくるし、でももう僕7割ぐらい後ろ向いて走ってる、もうバックミラーしか見てないんで、はい、だからちゃんと避けるし譲るし、みんななんかマナーのいいドライバー多いなと思うの、僕の前に来てありがとうございます、ハザードを出して陰影どういたしましてみたいな、はいはいはい、空打ちってさっき、あれって どういうことどうなんですかね、そのガソリンと水素と液体水素との、はい、その違いはちょっと重さだとかいろんな問題はちょっと分かんないんだけど、やっぱりそのタンクの中でB コーナーで右行ったり左行ったりするコーナーがあるんですよ。これ車の重心が動くにつれてタンクの中で燃料がこう動くんで、あ少しね、そのチャポチャポ感なん、はい、分かんない、チャポチャポなんだか分かんないけど、その時の吸い上げのタイミングが多分あった、合ってなかったから、あはい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 、でよく B コーナーで出るトラブルらしいんですよ、だから多分まだ分かんない、これを解決できるかどうかわかんないけど、でももう僕明日走るまでにはもうパーフェクトにしておきました言われたんで、はい、石浦さんもさっき、時々 B コーナーであるみたいなことをおっしゃってましたよね、そうみたいな、ね、まあ、ある意味想定内といえば想定内だったんじゃないかなと、はぁ、はいはいはい、うん、じゃあそれが今日の、ま、テストでもちょっとそういう傾向が見られたし、そうですね、だからまあ、あれはまたイグニッション切ってイグニッション上げてセル回せば回るんで、はいはいはい、また同じトラブルが出ても止まって冷静に中の層をいじればピットには戻ってくれる、まあでもそうやって一個一個課題をこう、そうそのあれだもんね、実験はだから、まあそね、この車特にね、はい、いいんじゃないかなと思う、了解です、はい、ありがとうございます。来た、今来ます、来た、来た、はい、あ、来た来た来た、はい、スカリーウェーイウェーイ、ナイス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 、お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした、いかがでしたか、いやすごいチャンスをもらったっていうか、僕モータースポーツ大好きなんで、でもなんかモータースポーツと仕事のことばっかりしかずっと考えてなかったので、ここのとこずっと、でもやっぱり乗るっていう楽しさ、それがすごくなんか原点だっていうのが分かって、またなんかまたもう一つモータースポーツになんかご協力ができればなっていう気持ちにしてもらいました、今回本当にいいチャンスを与えていただきました、はい、いかがですか森蔵さん、あのね、マッチがね、車に乗った時の、笑顔完全に焼き付きましたねやっぱりこの人車屋だ大好き、大好き、歌手かと思ったから歌手です、車屋だったね、あ、勘違いしちゃいましたか今日はちょっと不本意な結果でしたけど、うん、でもこれはこれで有意義だっていう、もう有意義にしていくが家に未来の景色が変わると思います、うん、はい、そうですね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、本当お疲れ様でした。